バルケスイル県は、トルコ中西部、マルマラ地方の県。北から時計回りに、マルマラ海、ブルサ、キュタヒア、マニサ、イズミル、エーゲ海、チャナカレと接している。バルクエッシル県とも、エーゲ海とマルマラ海のどちらの海岸線も持っている。県とはバルケスイル。県の多くの地域は、マルマラ地方であるが、南方のビガディック、エデレミット、ケプサト、イブリンディ、 サバシテペ、スンデルグの南部、アヤバルク、ブルハニーエ、ドゥルサンベエ、ギョメック、ハブランはエーゲ地方に属している。イダ山として知られるカズダーはこの県にある。バルケスイルはオリーブで有名であり、温泉、綺麗な海岸なども多くの人を引きつけている。カオリナイトの露天掘りを行っており、莫大な収益を上げている。カズダー近郊での生産紙を使った、 金採掘クスの拡大は、住民の使う川に影響がないとは言えず、農業や観光が脅かされている。北部海岸のクシュ・ジェンネッチ国立公園は日本語に直訳すると鳥の天国という意味である。この他にも、南西海岸のアヤバルクの砂浜、シェイタンソフラス、マルマラ諸島、アリベー諸島、エルデク魚年の青空美術館、パムチュクベンジー、バルヤ、ダウ、ヒサール、 キサール・キョイ、カラー・アク、ケペクラール温泉、ダルティカ村の泉、ゼーティン・リアダ温泉など、自然の観光資源は多い。伝統的な観光資源では、キジクスとサライラーの廃墟が、マルマラ海岸にあり、ダスクリン、アンタンドルス、バルケスイルのユルデルムモスク、ザーアノスパシャモスク、クロック・チャーチモスク、アリベイモスク、その他多数のオスマン帝国独自の建築がルクに、ある。 バスケスイルでは多くの芸術作品が博物館に飾られている。キャンプに向いた土地もエルデク、アルトノルク、アッキャイ、ギュレ、オーレンなどに見られる。ありがとうございます。